世界講師木誠ですこの夏にねこれをやってほしいんですよ。あなたが受ける大学学部の傾向分析〇〇大は22年が東南アジア十字軍帝国主義が出ましたと、まあ、こういう自分でわかるような表を作っていく赤本とかあるでしょ赤本とか青本とかねであれの頭の方に載ってるから、まあ、それを写してもいいし。 まあだいたい5つ6つ受けると思うので、過去5年ぐらいの問題を調べて表にすると、あ、じゃあこの中で自分の苦手な部分、これが出たらええだなっていう部分を先に片付けると。っていうのが私からのご提案でございます。頑張ってこの夏を乗り切ってください。頑張ろう。 はい。今回はスペインとポルトガルの世界分割というお話です。はい、目標。スペインとポルトガルが世界を勝手に分割してました。<laughs> これ、日本人知らなかった。はい。えー、な、な、んなんでしょうか何があったんでしょうかはい。えっ、ー、と、インドに行きたかったんですね。インドの香辛料が欲しかったので、インドに行きたいと。 はい。で、この、まあ、ライバルね、ライバルの二つの、子にスペインとポルトガルがインドに向かったんですが、先にポルトガルがですね、アフリカをぐるっと回って、このね、えっ、ー、と、希望法まで行くんですよ。とこっからもうすぐじゃないですか。ね。で、出遅れたスペインがですね、焦ったんですよね。はい。 で、この方、スペインの女王陛下、イサベル・女王スペインは出遅れました。ポルトガルに追いつく方法はありますか言ったらですね、このコロンブスっていう船乗りがですね、女王陛下。地球は、大地は球体でございます。ま、ボールですので、インドに行くにこっちから行っても、こっちから行っても同じですから。 私は西回りでインドに到達してみせます。私に艦隊を、船をお与えください。ということで、西回りってこっち。あの、ポルトガルは東回り。で、地球が丸いんだから、向こうに行ったってインドがあるだろうと。こういう考え、このブス。そしてですね、2週間後悔したら、なんか陸があったんですよ。 で、コロンブスは、私は楽しかったこれがインドだと言い張ったんですね。あ、これ間違いです。あの、これアメリカなんで、本当はね。だけど、当時はみんな、あ、インドなんだって思ったんですよ。ってことは、ポルトガル王はですね、え、やばいと、もうコロンブスはこ、こ、裏回ってこっちから来てるんだって焦りまくったんですよ。インドに先回りされるっていうことで、 じゃああのスペインさんねあのインドで喧嘩しないようにあらかじめ分けませんか地球を。でねローマ教皇がですねまあ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 っつってねじゃあ私が仲介しますからとか言ってねそれであのイサベル女王スペインとジョアン2世ポルトガールの仲介やってですねで、えー、線を引いたんですよでこれをね 強行四五線っていうんですけども、ここなんですよね。これ。でね、この大西洋の真ん中よりかなりこっちなんですよ。で、こっち、この線の手前がポルトガル領で、線の向こうがスペイン領ってことは、スペインの取り分が多いのね、これ。 でなんでこうなったかっていうと実はこのローマ教皇はスペイン人でした <laughs> だからイサベル女王とズブズブブだったんですね。だからジョア2世が「ダメだこれやって」言ってですねはいでもうあの直接イサベルとジョアニスが交渉してですねで もうちょっとね、せめて真ん中にしませんかって。真ん中にしませんかってことで、ええー、まあ、これについてはイサベリ女王も、あの、反対できなかったんで、あ、わかりましたって言ってね。で、結んだのが、トルデ・シラス条約。これはね、この条約を結んだ、えー、町の名前ですね。これなんか下かみそうなんで、ちょっと発音練習しますね。ここできるんですよ。トルデ・シラス条約。はい、じゃあ行きますよ。トルデ・シラス 条約トルデシレス条約トルデシレス条約ところがですねここ出っ張ってるんですねうんつまりあのこの条約結んだ段階では えとまだこの南アメリカがどうななっってるか分かんなか分んたね、うん、で,後で分かったんですよ後ででこの出っ張ってるところをブラジルと言います。でこのブラジルにですねポルトガルのカブラルっていうあの探検家がですねたどり着いてでいろいろ調べてみたらこの線の手前だっていうことはうちのもんだっつってですね。で、えー、とポルトガルさんはラッキーってことでこの。 アメリカ大陸にしブラジルだけはゲットしました。で、これもですね、このトルデシア条約が理由です。この手前だったんですね。うん。だから今でもブラジル人っていうのは、あの、ポルトガル、ポルトガル喋ってるんですよ。次。今度は、このアジアですね、アジア。で、えー、実はこれは、インドじゃなくてアメリカだってことが後で分かって、じゃあ、えー、スペインはですね、その、その向こうにアジア、 向こうにインドがあるということで、で、また、そう、どこで戦費かが揉めるんですよね。はい。あ、で、ここはですね、場所はですね、このインドのね、この辺、この辺。この辺です。はい。で、インド、インドこの辺です。はい。インドの東に、これ今の東南アジアね。で、ポルトガルがですね、インドをぐるっと回って、で、このマラッカ海峡を通って、はい、ここまで来ました。 モルッカ諸島といって、ここも香辛料の産地。で、ほぼほぼアジアの香辛料は、ポルトガルが独占しました。で、この頃は、あのー、スペインはですね、やっとアメリカ大陸をぐるっと回って、こっちから、こっちからぐるっと回って、太平洋をやっと渡ってですね、もうヘロヘロになりながらですね、来たんですよ。これがマゼランさん。 うん、でマゼランさんがですねえっ、ー、とこのフィリピンをにたどり着いてここにスペインの旗を立てましたはいところがこのマゼランはこのフィリピンの先住民族と戦って死んじゃうんですよ戦死しますでそのマゼランの部下たちが船を出してここに来るわけモルッカ諸島にそれでああ遅かった もうポルトガルじゃないかってなってですねでこのあとスペインとポルトガルが、まあ、ここを争うんですけれどももうポルトガルはあっちこっちに拠点を作ってるからすぐに軍隊を送れるからですねもう圧倒的にポルトガルが優勢だったんですよそこでまたねスペインとポルトガル話し合って えー、新しい協定結んだ、はい、サラゴサ条約と言います。で、えっ、ー、と、モルッカ諸島はポルトガルがもらいますよと。うん。で、あの、ここの線ですね。これ、ニューギニアです。ニューギニアの東半分までは、ポルトガルが取りますと。うん。だから、スペインは、ここに入っちゃダメですよ、となったんですけども、えー、もうスペインはフィリピン取ってますね、フィリピン。だから、フィリピンは、まあ、例外的にして、まあ、 あのここにこう線引っ張っ張たんですよだからこ,これがポルトガルになってここだけスペインとなったんですね。でなんでそのポルトガルがこのフィリピンにいるスペイン人を追っ払わなかったかっつうとですねあのフィリピンってね何もないんですよ。何もないんです。だから貧乏な島だからまあまあ,あ貧乏って言っちゃうからな。あの ヨーロッパ人から見て価値がない島だから、だから、まあ、ほっといたということで、はい。えー、高支援が取れないフィリピンはスペインとなったということで、まあ、大体これですね。あの、今のフィリピンとインドネシアの公共が決まったということになります。はい、まとめ。1。トルデシレス条約で、えっ、ー、と、アフリカはポルトガル領、で、新大陸はスペイン領。 となりましたと、ね、まずこの名前ですね。トルデ・シリアス条約。で、その後で、ブラジルが見つかったので、でブラジルは1000の手前だから、ポルトガルが抑えましたねと。で、3つ目。東南アジアについては、このサラゴサ条約で、えー、まあ、ほとんどがポルトガル。で、フィリピンだけはスペインになりましたと。今回は以上です。